ちゃ。こんにちは。はい、さあ、ゆとかさん。はい。キャンプ行ってきましたね、第1弾。まあ行ってきたけどね。はい、あとはやっぱもうご丁寧にテレビでずっとやってくれてるから。そうなんですよ。まあ暇つぶしではないけど、こう見てるとパーンと光る選手はいるな。しかも移動しなくていいんで、球場を。いや、そうそうそう。もうね、ブルペン見れたりとかグラウンド見れたりとか。あれ家でカメラをセッティングしといてくれて、うん、はい、スイッチがあると一番いいな。いや見たいところ。そうですね。いやいや、今動かさないでっていうところを動かしちゃうところがあるからさ、カメラワークね、うん、それがあれがいいんですけどね。で、実際に、まあ、豊さんが第1弾のキャンプでまずグラウンド行ったのはヤクルト。おー、うん、ヤクルト。ヤクルトとヤクルトのところの評論家、はい、まあ、解説者が何人かいて、うん、情報交換するじゃない、はい、まあ、そういうこともある、うん、あとはテレビで集中する、うんうん、いうところから4名、お、いや、まあ、4名じゃないな、もうちょっと多いな、お、まあ、ヤクルトが多いから、お、まあ、いわゆる4チーム、見たら4チームからピックアップ、ちょっとピックアップしたいと思うのよ、さげの。じゃあまずその実際に見ていってたヤクルト、ヤクルトはどういった選手たちが良かったんですか。このね、中村がいるでしょ、キャッチャー、キャッチャー、はい、あとの3人、うん、内山、古賀、松本、はい、これは素晴らしいね。それはキャッチャーとしてってことなんですか。でキャンプライブつってそこで中継してきたんだけど、うん、で中村が来てくれてね、インタビューに、はい、でまあ質問したの、でその質問の中に、いや、キャッチャーとして、まあ、ライバルとかね、うん、そういうのは今誰を考えてんのって言ったら、誰って言ったと。俺は、はい、まあ、例えば今年から広島でマスクをかぶるであろう坂倉かなとか、あ、他球団としのライバルとかの答えが返ってくると思ったんだよ。そしたらまず、うん、うちのキャッチャーは優秀ですからみたいな話になって、うんうんうん、中村でもやっぱ意識してるんだと思って、はい、だから内山とか古賀、松本、はい、このね、打つ力がすごい。打つ力ですか。うん、いや、それは守りもやっぱこう勉強してるし、はい、ヤクルトのキャッチャーっていうのは野村さん、古田、あ、その流れからやっぱりインサイドワークっていうのはすごく勉強してるよね、はい、だからそこら辺は全然気にならないし、うん、で守備に関しても全然気にならないんだよ。やっぱ打てないと正捕手取れないっていうことで、いやー、最初行ってすぐフリーバッティングが始まったんだよ、はい、キャッチャーのガンガン放り込むからね。すごいですね。いや、すごいすごい、迫力がある。え、ヤクルトはそもそも打てるキャッチャーを取ってきてたんですか、それとも打てるようになったんですか。まあ、打てるキャッチャーもそうだけども、うん、やっぱそういうチームに入って、うん、打てないと正捕手になれないという、うん、そういうことがあるんだろうね。で、打てればベンチに入れるしみたいな、そういうことでね、やっぱ彼らの競争っていうのは激しいよ。だって中村ね、捕手が危機感やっぱり覚えてるぐらいだから。そうですよね。あのね、オフね、キャッチャーを探してたチームがあるんだよ。はい。で、これはちょっと小耳に挟んだんだけど、うん、松本を取りに行ったらしいよ。で、その時点で松本っていうのは4番手だったんだよ、はい、そうですよね。だから4番手になったら出すんだろうなと思って、うん、ちょっと接触した球団があるらしいよ、はい、キャッチャーを探してた球団でね、うん、まあ、これ言ったら分かると思うんだけど、ね、まあ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 、だけど断られたらしい。え、そりゃね、やっぱ断る、それ脅威になるから、ね、ああ、そうなんですね。いや、そのぐらいあそこのキャッチャーの競争っていうのは激しいわ。でも逆言うと中村選手がいる限り、いや、でも中村が最初のインタビューの質問で、あ、ね、いや、ナンバーワンのキャッチャーになったねって、うん、でも意識してる、うん、あのキャッチャーっているのって言ったら、自分ところのキャッチャーを意識してるから、そっか、だから他意識できないんだよ。ここがこっちが後ろがいるから。そうですよ、ね、だからすごいなと思って。いや、だって日本一のキャッチャーになったねっていう質問に、うん、ね、いやいや、そうでもないですよって。でもライバルと言われるキャッチャーっていうのは、うん、ね、誰を考えてんのって言ったら、うん、他球団のことだと思うだろう。まあまあ普通そうです、普通そうだよな、ね、いや、だからびっくりしたんだよ、後ろのこと言ってるから。そういう、だからそのぐらいやっぱ危機感を持ってやってるっていう。でも残りのじゃあ3名はどうやったらその一つのキャッチャーっていう座を覚えるんだろうっていうふうに考えてるんですか。いや、もうすごいよ、すごい競争してる。そうですよね。ああ、はあ、すごい。だから、まあ、それがすごく現地に行って頼もしく見えたな、うん、あ
まあ、ヤクルトの若手キャッチャーじゃん。松本もいいし、小賀なんか体でかくなっちゃってるから。あ、パンプアップしたんですかね、さらに。ああ、ガンガン掘り込むから。知らないぞ、お前。本当そうですよね、うかうかしてるんで、中村選手も。じゃあまず一つ目はヤクルトの若手捕手で、ヤクルトに行って、うん、解説者何人かいて聞いたのが、はい、うん、まあ、DeNA に顔出してないんだけど、はい、ちょっと映像ではちょっと見たけどもね、うん、林、お、駒澤大学、はい、これはね動きが抜群にらしい、らしい。いやいや本当に、いや本当本当、うん、いやだからその解説者は、うん、強打取って森いるけど、うん、いや林がレギュラー取っちゃうんじゃないですかって。あ、ショートなんですね、ポジションは。いやそうなの。おー、だから、まあ、マキが決まってますよね、うんうんうん、ってその解説者曰くよ、はい、で、いや林がいいんですよ、ここに来て増えましたね。いやだからびっくりしましたって。へー、だから兄弟いらないんじゃないんですかって言うぐらい林がの評価が高かった。そう、動き、やっぱそのショートとしての守備のポテンシャル、動きとか群抜いてたって言うんだよ。本当かって、はい、本当にレギュラーになるかって言ったら、だん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 そいつは自信をなくしてきてたけど、いや多分とか言い出してカモとか言い出したりとかしてるんだけど、でも、はい、ちょっと楽しみだよね。おー、で森はやっぱスローイングにちょっと難がありますよね、まあ多少あるよねって、うん、まあ治ってきてるけどねって、はい、で強打打つ方がどうのこうの、でも林があれだけ動けてちょっと打てればレギュラーですよ。おー、本当かみたいなやったら多分とか言って多分とか言ってちょっと自信はなくし気味だったけどね、はい、いやだけどそのぐらいやっぱりいいらしいよ。あ、そうなんですね。お、じゃあちょっとチェックしなきゃですね。チェック、要チェックだ。 DeNA の林選手、駒澤大学、はい、はい、で次、うん、俺がこれちょっと広島のパッとテレビをつけたんだよね、はい、あ、金石が喋ってんなとか、はい、ね、まあ、いろんな懐かしい解説者が言ってこう、はい、え、こいつ誰みたいな、スイング1回して2回打った、はい、あ、この子はもう絶対ものになると思ったのが田村、はい、名電、うん、高校生、はい、2年目、愛工大名電、イケメン、イケメン、いやこれはもう名電にしちゃイケメンだよ。ちょっと待ってください、名電はいっぱいイケメンいますよ。名電っていうのが高校球児の名電っていうのが基本だから俺の中の、はい、まあ顔写真が出ると思うけど、うん、あいつが一応名電の顔だから全然イケメンだから。イケメンなんですね。いやこれはね、一振り二振りした時に、あ、この子はものになるし、うん、この子の目つきはいい目つきしてると思った。田村選手、これは出てくると思うよ、うん、ポジションは外野だな、左投げ左打ちだったかな、うんうん、そのでね、体のバランスとかもいいんだよ、肩幅とかも、はい、で目つきもいいし、うん、やっぱね活躍する顔をしてるよ、うん、うん、ただ物をこう見据えてるというかさ、なんかすっごいまたこのスイングが綺麗なんだよ。藤田さん、やっぱスイング綺麗な選手やっぱ好きですよね。いやそれはもう何型だって綺麗な人じゃないと勝てないもん。そうか、え、そのこんなんで勝ってるやついないだろう。中ではなんかすごい一人二人ぐらい、まあそれは中継ぎでごまかしでそういうピッチャーいるかもわかんないけど、はい、やっぱ長くやっぱエースとして君臨した人っては綺麗なフォームで投げてるよ。そうですね、うん、誰に似てます、そのバッティングフォームとかそのイメージとか、どなたタイプですか。いやまあ広島で言えば坂倉タイプだよね、になる、おお、なれるぐらいの感じの選手に育てると思うよ。育たないと、うん、新井が、はい、あ、そうですよね、新監督に変わったので、うん、いや俺はなんかすごくパッと見て魅力感じたな、うん、だから昨年まで多分2軍だったと思うけども、はい、例えば俺が広島の関係者でバッティングコーチだとするじゃない、あの子をちょっと1軍のキャンプ連れてってくれってお願い多分すると思う。へえ、いやそのぐらいの素晴らしいスイングしてる。素質があるんですね、多分ね、うん、多分ね。さっきの解説者の話しある あるよかったよかったよかった、あるんだ。さあ最後日本ハムの細川、はい、これは雰囲気が、雰囲気、うん、うん、あのね、まあセカンドやってんだよ、はい、でね、こう立ち姿とかボールをこうさばき方とかなんかすごく雰囲気を感じるんだよね。
だからね、やっぱ感じるものってすごく大きいんだよね、うん、で俺がその古田がルーキーの時初めてシートノックで彼を見た時に、あ、この子はすごいなと思ったの。俺はすごい選手になっちゃったけど、はい、やっぱね見た感じ雰囲気っていうのはやっぱ相手に伝わるでしょ、うん、だからそういう雰囲気を伝えてくるんだよね。なんか細川選手はその守備で雰囲気が伝わってくる。いや、やっぱねグラウンドの立ち姿、ユニフォームの着こなし方、うん、なんかそういうので俺はなんか細川ってこの子はいい選手になるんじゃないかなって思ったよね。まあ、日本ハムね、うん、セカンド、ショート、ショート争い、うん、もう始まってますからね、後半戦。いや、どこもあそこは始まってるから。まあ、別に決まってるわけじゃないから。そうか。まあ、決まってる、唯一決まってるっていうのは松本剛。あとサード野村、まあ、ね、はい、のぐらいで、あとはスカスカだから、まだ。まだですか。まだまだ。まあ、清宮とかね。ファースト、まあ、いるけどね。はい、うん、まあ、だけど、細川っていうのはなんか雰囲気があったな。だから女優さんでもさ、はい、モデルでもさ、なんかこう、あ、この子なんか雰囲気あるなとか、ありますよ、ね、そういうのあるでしょ。あります、ね、それに近いような感じがした、まあ、いわゆるスター性だったりとか、まあ、なんかね、なんかやってくれそうなっていう。でも新庄監督そういう選手好きそうですよね。まあね、嫌いではないと思う、うん、思うけど、うん、ただまあ結果重視だよね、今年はね。あ、まあそうですね、うん、厳しいところありますけれども、そうだね、うん、だからまあこれからもね、はい、そういう目についた選手たちをちょっとピックアップしていきたいと思うけどもね。そうですね、必ず紅白戦とか、うん、まあ、練習試合オープン戦っていうのは多分出てくると思うよ、彼らは。今言った彼らはね、はい、だからそれちょっと新聞かなんかでチェックして応援してくれてるとね、うん、まあ嬉しいです。はい、はい。